今回は、伊佐山先生を曇らせる方法を考える、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。伊佐山曇らせって何すればいいんだろう。何の変哲もない進撃の実写映画を作るとか？巨人中学校でも見せたら結構曇ると思うよ。ライナーが幸せすぎる。マブラブ以上の作品を作るしかない。伊佐山先生漫画家になるまでずっと曇ってたからな。自分が建てたサウナ施設がコロナやらなんやらの営業でうまくいかなかったらめちゃくちゃ曇ると思うよ。この人インタビュー映像見る限りでは普通の人にしか見えないんだよな。人様の家族をとやかく言うべきではないとは思うけど、父親の地雷草がすごい。地元の役所の柱とかにくくりつければ曇るかも。でもそれを心配したライナーの元ネタの先輩とか町山さんが来ると晴れるんだよな。伊佐山先生最終回の読者の反応で曇ってたよ。インタビューで終盤の出来には後悔してるって答えてた。伊佐山先生でも曇ることがあるのか。なんか元気出たな。町婆さんが別の漫画家に撮られて映画大成功とかしたら脳破壊されるかもしれん。逆に新たな扉を開くかもだが。つまり読者と伊佐山先生は曇り曇らせの中ってこと。先生の大好きな地元の先輩が先生のこと嫌いだって言ってましたって嘘を吹き込む。マジレスすると無関心。愛の反対は無関心。一瞬曇ってもそれをバネに立ち上がって純粋な愛でさらにこっちを曇らせに来るぞ。今日のフリーザみたいに永久にゆるふわ空間に封印するとか。あの出来で批判されるならもう避ける方法なくない？そもそも曇らない人間に曇らせなんてできるわけないだろ。やっぱり200点狙えばよかったなとかじゃね？他の終わらせ方があったら教えてくださいよ。こんな心境だったろうな先生。あ、映像かインタビューで自分はサディスティックで破壊願望ある。漫画絵になれなかったらテロという手を打ったかもしれない。自分が漫画を描くのは世界への復讐とかやべえこと言ってたから無理あるだろと思ってしまった。それ以外に社会に知られたら生きていけない性癖を描くべきっていうアドバイスとかも。具体的なあれは思いつかないけど、ザックレイみたいな感じになりそう。地ならし止めよう派と地ならし完遂すべき派でバチバチだったから、どっちに転んでも片方が発狂する仕掛けだったんだよな。ギャグ漫画家稼ようぜ。これやるとどんな屈強な漫画家でも売れるんだ。ある一人の漫画家を除いて。アニメで終盤の展開変えてくるのありそうだよな。これ一番曇りそう。原作のみだけどもう書いてるぞ。その時曇っても即座にそれがいいみたいになりそうな感じある。マリオくん作者みたいに20年か稼よう。進撃が地下室に行く前に打ち切りになったら曇ると思う。先生は地ならしは肯定されるべきでないものという前提にエレンの前世も書いたんだけど、その前提作中の描写を無視してエレンの行いを美化してるって批判多かったからね。アルミンのありがとうは確かに自分も引っかかったけど、自分はこの先生のブログ読んだら納得した。アルミンは到底理解しえないエレンに寄り添ったんだなって。アニメではここら辺のセリフは強制入っちゃうんじゃないかなと思う。全世界のファンが見るわけだし、ちょうど今戦争で民間人に犠牲者出たりしてるし。許されない行為をしたと思ってはいても、もう後は死にだけ。今まさに死にゆく友達にお前は間違っていたなんて言えないよね。アルミンが虐殺を肯定するわけないのは地ならし止めに来たことからも明らかだから、変に捉えれる人が結構いてビビった。個人的に虐殺したかった理由がこの一言で片付けられちゃったのがうんって感じだった。この理由のために世界中の人々が巻き添えになったのかと表現するの難しいとは思うけど、自分はこれが進撃の伝えたかったことなんだろうなって思ったよ。もしブログ見てないなら見てくれ。まあこの気持ちはあったとしても、あそこまでの状況にならなかったらやりたい気持ちはありつつやらなかったと思うよ。そのページなら知ってるよ。エレンは生まれ持った破壊衝動に苦しんでるってのはわかるんだけど、その理由を言語化した時にもっと他になかったのかなって思っちゃったんだ。なるほど。これはお前が始めた物語だろ。社会に知られたら生きていけない性癖を書くべき。そうか、書いてみようかな。切断もの。自分の感情を言語化するのって難しいから、こんな風になるのも結構自然な気がする。あと変に長々述べるとエレンが言い訳がましくなりそう。確かに本人からしても説明するの難しいそうだもんね。え？言語化はありなんか。言語化する場合ならあれが最善だったと思うが、そもそも言語化せずに表現できなかったんかなと思うわ。伊佐山先生ってそういうのうまいし。生まれた時からエレンが自由を抑圧されるとタガが外れちゃうっていうは、読者はみんなもうわかってたから、あえて語らせなくてもよかったな。はみんながみんな破壊衝動を持ってるわけじゃないから、共感できるように破壊衝動の苦しみを書くのって難しいよね。
巨大木の森でエレンが言ってた自由のためなら勇気が湧いてくるんだみたいなセリフを闇落ちバージョンにしてお出ししてくれてもいかったかも。ヒメアノールの件も踏まえて俺の考察なんだが、エレンは地ならしが許されないことだと理性では分かっていたが、なぜだか分からないがどうしても地ならしやりたいという本能も持っていた。女型と戦った後なんでか分からないけど壊すのが気持ちいいって思ったってミカサに説明してるシーンからも分かるが、常人には理解しがたい破壊衝動をエレンは持っている。こんな風に理性と本能が衝突するのはたまに経験することで、例えばダイエット中についつい甘いもの食べちゃったりとか、その時人は今日は仕事頑張ったからとか今日は週末だから自分へのご褒美だとか口実を作り出そうとするが、エレンの場合は党を守るためという最大の口実を手に入れてしまった。だから最悪の行為だと理解しながらも地ならしやってしまったし、やってる最中は雲の上実際は巨人の蒸気だがを飛んでる鳥みたいで超気持ちよかったんだと思う。あれはいらなかったな、正直もっと抽象的な終わらせ方が良かった。大筋は変えずに色々追加してほしい、原作通りでも完璧に近いけど、時間や尺の都合で書ききれてない部分多そうだし。そうだよな、語らせなくても表現できた気がするよな。まあ改善例の提案はできないんだけどさ。インタビューで自分が書くには至らない難しいテーマって言ってたもんね。ダイエットの例えすごくわかりやすかった。いいね。伊佐山先生を曇らせる方法はないかな、のすれでそれを語るのはすれ違いじゃない。進撃はこの上なくうまく全てのテーマを書き切ってると思うし、あれでテーマを理解できないなら読み手の問題だから伊佐山先生は気にしなくて良いんじゃないかと思うわ。理解度高い、最高だぜブラザー。つまり最終回で叩かれて伊佐山先生が曇るのはいっぱい悲しいから、ハッピー曇らせしたいなってことで。やったのが食い逃げとかならまだしも大量虐殺だからなしに、逃げは虐殺者の定番だし、アルミンには友だからこそお前のやったことはどんな理由があろうと間違いと言って欲しかったわ。ヒメアノルに影響されたんならなおさら。絶望のまま終わってもよかったしけど、ハッピーエンドにしたかった、それが喜ばれるとも思えなかったけど、今まで頑張ってきたキャラに救いがないのはかわいそうとかそういうのもあったのかもなぁなんて。共犯者としての言葉なら同調しかないだろ。ありがとうと言った上でこの過ちを繰り返さないと誓うとも明言してる。あの場でアルミンがエレンにかけてやる言葉としちゃ過不足ない文言だったと思うけど。間違いだってのはエレンさん自覚してますし、それを自覚してるけど地ならしを発動してしまった後でそれは間違いだよって言っても何も変わらないし、だからこそ共犯者として君の過ちを無駄にしないって言ったんじゃない。エレンは本当に解釈が分かれる多面性を持つキャラクターだと思うけど、エレンをどう変えていきたいのか、先生自身錯綜してるような感じがした。特に終盤。エレンの破壊衝動だったり異常なまでの自由への渇望はヒメアノールに影響を受けたとするならば、エレン自身の原初的欲求であったと言えよう。でもグリシャのお前は自由だの階層が途中に挟まれているあたり、ある日この言葉が呪いのようになっていて、エレンが地ならしを行う抗えない運命を宿して生まれてしまったようにも思える。はじめソユミルがどこまでに介入してるかもわからないし、進撃継承者の意思を継ぐ者として進み続けるエレンはもはやどこまでがエレン本人の意思なのか、エレン自身も伊佐山先生でさえもわからないままだった気がする。鶏が先か卵が先かじゃないけど、まあここまで壮大な物語だと難しいよね。